こんにちは。そこを健康なの時間です。今日はですね、こちら、不意に多い病気、脳卒中のおまでかな話をお送りします。まずはこちら、脳卒中は東北に住んでいる人になりやすいっていう話なんですけども、まずこの冬場に多い、脳卒中というのは大きく2つに分かれます。まずは脳の血液、血管が破れて起こる脳溢血と、そして脳の血管に血塊がたまるこの脳梗塞に分けられるんですけども、どちらも前触れもなく、急に発症します。起こる場所としましては、この風呂場や便所、廊下などが、多いんですけども、よく起こるというのは、例えば寝床からこう起き上がって、なるケースが多いんですけども、その便所とか例えばお風呂場行くまでの、その寝てるとこの温度とその場所への温度差によって、その差によって起こりやすいと言われています。なぜその東北の人にその脳卒中が起こりやすいかといいますと、実は北海道を除いて本州で作られている家というのは冬仕様ではなくて梅雨仕様なんですよね。だから、遠くの寒い冬に耐えられるように家が作られてないことが多いんです。なので、寒い遠く地方の方は、この冬場脳卒中になりやすいと言われてるんです。はい、皆さんびっくりしたでしょ。はい、今日はこの話をお送りしました。ではまた。そういうこと。